皆さんこんにちは、お久しぶりです。今回なんですけど、優しさと謙虚さについてちょっと話していこうかなと思います。優しさと謙虚さは人間がその生活していく上で重要な2つの要素だと思っていて、どれだけ富や名声がある人でもこの2つを大切にしないとあまり人として評価されてもらえないんじゃないかなっていうふうに思います。で、このタイトルにある優しさと謙虚さは賢い人にしか通用しないっていうのは、これはどういうことかっていうと、賢い人の前じゃないと優しさや謙虚さを見せてもそれを理解してもらえないっていうことなんですね、っていうことを指しています。この話自体は僕の実体験に基づく話なんですけど、普段から私は人付き合いをしていく上でこの2つは重要だなと思っているので、割と優しさだったり謙虚さを意識して見せよういるんですけど、正直な感想、謙虚さや優しさを見せると慣れてくる人がほとんどだなっていうふうに思います。ほとんどというか、まあ圧倒的に多いかなっていうふうに思います。この舐めてくる人たちって優しさや謙虚さを見せるとその人の弱さ、人間的な弱さだと勘違いして認識するんで、まあ非常に残念ですよね。まあその優しさと謙虚さを弱さっていう勘違いする様子が、まああまり賢くない人なんじゃないかなっていうふうに思います。そういう人たちって対人関係においてどっちが上でどっちが下かみたいな上下関係を意識することが多くて、根底には自分の弱さにコンプレックスを持っているんじゃないかなっていうふうに思います。まあでもそうやってすぐ人をどっちが上でどっちが下みたいなことを意識するのはあまり賢くない人がやることが多いかなと思っていて、基本的に相手を下に見るっていう行為自体が本当に愚かしい行為だなと思います。そういった点からもあまり賢くないんじゃないかなっていうふうに思います。自分自身の弱さを隠すことに必死で他人の優しさだったり謙虚さを汲み取ることができないというか、そういう能力が著しく低いんですよ。つまり、まあ、そういう人たち全般に言えることは余裕が足らないっていうことなんですね。余裕があったらそういう謙虚さだったり優しさを汲み取って、まあ、自分の中で咀嚼をしなんか上下関係を意識することもなくて、だからまあ賢くない人っていう言い方はあまり好きじゃないんで、どっちかっていうとそういう本当に元々の性格が悪い人もいると思うんですけど、余裕のない人もいるかもしれないなっていうふうに思います。世の中には本当に優しい人や謙虚な人ってたくさんいて、そういう人って何かしらの害を被るというか、その優しさや謙虚さにつけ込んで悪い人もいます。僕の周りにも結構いますし、まあ、やっぱりそういう人は賢くない人が結構多いかなっていう印象ですね。まあ、僕の周りの場合だとその余裕がないっていう人よりは、まあ、典型的に動画の冒頭部分でも話した優しさや謙虚さをその人自身の弱さと勘違いする人がいるかなっていうふうに思いますね。まあ、世の中にも優しさや謙虚さを持った人はたくさんいて、それが悪く作用して損してる人もたくさんいます。みんながこういう優しさや謙虚さに気づける余裕を持ったりだとか、それこそ本当に正しく優しさや謙虚さを理解してくれる人が増えると、優しさや謙虚さで損する人が減ったり、そういう人が生きやすい世の中というか、そういう人がもっと評価されるような世の中になると思うんで、まあ、この動画を撮りました。皆さんの周りにも優しい人だったり謙虚な人が損している場面を見かけたらというか、積極的に手を差し伸べてほしいかなっていうふうに思います。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方をお願いいたします。それでは失礼いたします。